こんにちは。今日は紙に書くと良い件お話ししていきます。春菜の話の中でよく紙に書いて破ったり燃やしたり、時に良いことボックスのように見える形で良いことを書いてくださいというミッションがあります。これは紙に書くという行動に意味があるだけではなく、神に報告するという側面もあるのです。紙は紙であり神でもあります。紙が貴重とされる読み方が一緒なのも意味があるのです。紙に書いて自分のことを見えない存在に報告し、自分はどうなりたいのか、どういう自分は捨てたいのか相談する意味があります。紙に書いて破ったら爽快感がありました。このように報告くれた方がいてとても嬉しかったです。紙に書き、嫌なことを紙に浄化してもらうという解釈をしてください。見えない存在はあなたの強い意志をいつも応援してくれています。スマホに入力したりパソコンで管理するのではこの紙に報告する意味にはならず、あくまで紙に書いてすることに価値があると理解してください。紙に書くまとめ、嫌なことボックスと良いことボックスを作り、嫌なことボックスに嫌なことを入れて後日この時の経験がどこにつながったのかを確認する。縁のあるなしを確認するために、ある人に会った際の気分を丸バツで記載する。自分のバイオリズムを知るために、日々の気分を書き留め、いつ具合が悪く、いつ良いのか、天候に左右されるのか、季節の変わり目はなど記載する。これらを実行することで3ヶ月もすると状況は変わります。はい、こちら今日お話ししていきます。大胆に仮説してみました。神様に報告する件、こちらどういった理屈なのかは正直わかりませんけれど、不思議なことに紙に書き出していくだけで涙が溢れてくるとか、浄化される、嫌なことを破り捨てることによってすっきりする、こういった報告もあります。ですから紙に書き出すっていうのはとても良いことなんですね。でこの紙に書くというのをなかなか皆さんやってないですよね。やってますか皆さん。やってる方も結構いらっしゃいますかね。実際に嫌なことがあった時に紙に書くと、文章で嫌なことを見た時、あ、自分はこれが嫌なことだったんだってことに気づくんですよね。気づくことによって次に同じことが来た時に防衛することができる。意識というのは、記憶や意識というのはなかなか認識しづらい、全く形のないものですよね。例えば昨日何か買い物行った時に嫌なことがあったとしますね。何か欲しいものが見つからなかったのではなく、何か言われたことがちょっと腹が立ったとか、他の人の行動で嫌なことを見てしまったとかね、何かあったとします。これを紙に書いたら、この起きた出来事が紙に書くことによって固定されるわけですよね。こういうことがあったという事実が固定される。だけど記憶の中にあると、どんなことだったのか、いつあったのか忘れていってしまう、また同じことを繰り返してしまう可能性があるわけです。だから紙に書くことによって同じ体験を繰り返さないという意味もあります。何度も何度も同じことを書くのはおかしいですよね。 A さんという人がいて、 A さんがこう言った、次の日もまた A さんがこう言った、また次の日も A さんがこう言って腹が立った、また次の日も A さんがこういうことしてて腹が立った。でこれ A さんばっかり嫌なことが上がるとしたら、あなたのいる環境はいてはいけない環境ですよね。もう縁を切った方がいい、または職場だったら働く時間帯を変えるとか、
何かしら手を打たなければいけない状態になりますよね。でも毎日ただ腹を立ててるだけでは全く腹が立つというね、気分だけの問題になってしまうんです。しかし書き出すことによって、いやこれ何がいけないのって、何が問題なのという問題点が見えてきます。自分の行動が相手にとって不満なのかもしれないし、相手がちょっと変な人なのかもしれない、全くその普通の人ではないのかもしれない、何か見えてくると思います。ここを紙に書くことによって明らかにするという意味もあります。だから今あの嫌なことボックスの話になっちゃってますけど、嫌なことを書いて破るというね、嫌なことボックスは、嫌なことは一旦しまっといて、後になって冷静になってから判断してくださいという意味で嫌なことボックス作ったんですが、もうすでに嫌なことだからすぐ書いて破るというね、即座に破るという方法もいいですよというね、先日お話ししました。こちらをお話しして何人かの方からやってみたら爽快感がありましたとかね、気持ちいいですねとあれって言われてね、やってみたらすっきりしたとかね、いうお言葉をもらいました。ぜひともまだやってない人はやってほしいです。良いこと書いて破ったらどうなるんでしょうね良いこと来なくなるんでしょうかね、どうなんですかね。破り捨てるっていうのが自分の過去を切り捨てるっていう意味で私は話したので、良いこと、まあ良いことは大事にしといた方がいいですかね。誰かあの試してもらえませんか。あの嫌なことボックスに書いたことは取っといて、良いことボックスに書き入れたことをいちいち破ってみたらどんな結果がやってくるのか、誰かやってみてほしいですね。やった結果をぜひともコメントに、あのこんなことが起きましたとかねいうことをあの実験してみたら楽しいと思います。この嫌なことボックス、良いことボックスの他に、あの会った人、ある人に会ったらっていうのは、ある人っていうのは、意味不明な人という意味じゃなくて、 A さんに会った時にね、こういう気分だったっていうんで、何月何日 A さん丸×三角ってね書いていくと、なんか A さんに会うと三角多いなとか×多いなとか、 C さんに会うと二重丸多いなとか、自分の中で気分で済んでるものが、あこの人とはもう縁切った方がいいなとか、と1ヶ月のうちに、まあ、何回会う人かわからないけれど、1ヶ月というか5回も罰がついたらやっぱりちょっと考え直した方がいいですよね。罰がつく人と付き合っちゃいけませんよね。例えば家族で罰がついちゃった人はどうするのって話になりますね。生活時間帯をずらすんですね。朝同じ時間に起きて、同じ時間に家を出て一緒に電車に乗るのはやめた方がいいです。早く起きて早く出る、または少しずらしてね、一本遅く行くなど、何かの罰のつく人とは関わらない努力をするという意味で、この人と会った時に紙に書いて A さん B さん C さんね、丸×三角をつけるのをやってみてくださいっていうのを挙げました。なかなか自分のわがままじゃないかとか、自分勝手なんじゃないかとか、自己評価が低いと自分が問題なんじゃないかって思いがちなんですよね。でも人生の主役は基本自分なので、自分が害される環境を作ってはいけない。環境を変えていくっていうのが今のねすべきことなので、自分にとって丸だのバスだの三角っていうね、人を、これはもう感覚でいいです。なんとなく会った後この人と話してても無駄だなと思ったとか、なんか傷ついたなとか、なんか嫌な感じとか、もう本当疲れただけでもバスでもいいんですが、バスつけた時具体的に横に食事したとか買い物行ったとか書いておいた方がいいです。この人は食事はするのはいいけど、買い物に一緒に行くと疲れるとか、遊びに行くと疲れるとかいうのもあると思うんですね。
この人とはこういう付き合いの方がいいなというね、ことも統計取っていった方がいいです。またバイオリズムを知るのにね、紙に書いていきましょうっていう話をしたんですが、これもやはり体調の変わり目、季節の変わり目、体調の良い悪いっていうのを統計取った方がいいですよっていうのは、やはり精神っていうのは体と関係があります。心と体両方一体となって健康であれるので、体の具合が悪い時は必ず精神もうまく働きません。ミスも連発します。人ともぶつかります。また何にもないのに嫌な思いもします。こんなことに巻き込まれないために、やはり自分の心と体のね、バイオリズムを知るために日記のようにつけていったらいいと思いますね。で、紙に書くことっていうのは神様に報告することですよというお話をしました。私はこれはあるんじゃないかと思っています。なぜなら書いたことは実現していくからです。実現したいことを書けば見えない存在が助けてくれて、最終的に一歩一歩進んで最終的に実現していくという体験もしています。何度も何度も書いた方がいいですよっていうねことを言う人もいるし、また書く時の気持ち大事ですよっていう人もいますが、もうこれは気持ちも書いた方がいいです。プラスのことを書きながら、苦しい時は今とっても苦しいです、苦しいからこそこういうふうになりたいですっていうねことを書くことによって、苦しさをねまず浄化していかなきゃねということで、見えない存在も動いてくれます。苦しいことはちゃんと嫌なことボックスに書いて破ってください。時に燃やした方がいいです。燃やすのと破るのの違いっていうの、破るというのはもうなくす、燃やすっていうのは手に返す、嫌なことがもう二度と起きないようにというのであれば燃やした方がいいかな、天に返した方がいいかなとは思うのですが、これは過去の動画から拾い直してください。今日は紙に書くということについてお話ししました。またねー。